何年目ですか？10年ぐらいですね。10年ぐらい。ここ最近？うん。すぎる。それで手抜くようじゃもう終わりだな。うん。あ、おちゃんか。会社に会いませんっていう。会社のいいことも嫌なことも俺全部探すって聞いてるから。嫌だ。すごいわ。すごいわ。嫌だかも。もっと塗装のお金ちょうだい。こんな安くいらないね。お疲れちゃん。お疲れ様です。何ですか、大きいですよ本当に。でこれって普通分譲だったら一人一人がオーナーじゃん、うんうん、3000万のマンション買うわけじゃん。そういう大規模改修とかもやるもんで、はい、これが塗装としてはでかいとは思わないんだけど、はい、これ何がすごいってさ、これ所有者の。そうだよね、一人のね。お前分かってる？分かるよ。だって一軒家があったら所有者がおるわけだろ。一軒家そのお父さんってことでしょ。その家族が買ったわけじゃん、うん、これを全部所有して人に貸してるんですよ今度からね。すごいよね、ミオもそうなりたいもん。頼む。だってそうしたら働かなくても金入ってくるよ。だったら働かなくてもいいよ、うん、私そうなりたい。まあだけど塗装したらこういう回収とかいろいろかかるんだろうな。だから土地とかでもかかるんだろうけど、家賃払ってもらえんとかそういうのもあるだろうし、うん、だけどこれ何部屋、3階だろう、向こうにだろう、すごいよ、奥にも4階だろう、4階の3階で1、2、3、4部屋。やってます。こうやって資産12部屋相当金持ち、うん、20部屋だったら32部屋だろ。家賃5万円でも150万円なんですけど、かわお、たぶん年間1800万円相当金持ち。やだ、すごいわ。すごいわ。やだかも。もうちょっとそのお金ちょうだい。こんな安くやらないね。めっちゃ嫌な顔してる。出産もうちに頼んでくれたってことだもん、あんま言ったらあかんけど、もっとちょうだい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。何、もう何年目ですか？10年ぐらいですかね。10年ぐらい、うん、だよな、はい、で今いくつ？まあ、41だ。おっさんだったな。だって29からかな、また最初の前から知ったの。そうですね、20代だったよな。20代して、あ、もう41だな、はい、もう10年じゃなくて彼になってないな。ここ最近？はい。なんで？高校はいくらになったの？高校は今なんですけど、うん、全然おかしいんで。何の話だ？誰の現場？安すぎるか？安すぎる。はい、あ、そう。そういう現場ばっかか？いや、最近結構きつい現場ばっかり。もう民家だったりですけど、うん、マンションだとやっぱ。でかい、でかいと思う。あ、そう。そう、まあ、何の量がいいんじゃない。そうだね、何の量がめちゃくちゃいいと思う。めちゃくちゃ。だけど、そう、戸建てが。みんな多分、他の話と、うん、みんな断ったって言ったやつがこっち回ってくるんで。あ、現場回ると、登山職人さん回るとみんな愚痴多いな。最近、お金が合わないっていう不満が。風邪屋さんもでもなかったけど。みんなだったら多分、全然。大きいところが今、値段が下げない商品で、あ、そうですね、甘いのね、うん、はぁ、ちょっとじゃあ愚痴が最近ちょっと多いんで、やっぱでかいの毛が合うわ。そうですね、まあ、今回は取った方がいいですね。お前、俺らが100万でやってるやつあるけど、大手いくらでやってるか知ってる？倍ぐらいで下がる。倍以上なの。今はだいぶ安くなって、うん、でも最低でも 1.5 倍。そういうの大手は信用でやる、ね、そう、信用になるから知らないで、うん、あ、そういう信用をお金で買ってるみたいな感じなの。でもさ、これさ、本当に単純に考えて倍だったら倍儲かると思うでしょ、うん、倍だったら違う、10倍儲かる。100万が200万するじゃん、うん、だけど考えて1回通りって100万だけど、例えば60%、70%は食の原価、まあ、60% で材料が 10%、 営業経費、顧客宣伝費っていって最後の利益って数パーセントのお客 5% しか残らないとするじゃん。だけど考えて倍で取ったら105万円だね。100万円で取ったら5万しか残らない。だけど200万だったら105万だね。そうか、その100万円別にいい、そう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 、あってもなくても一緒みたいな感じだからね。だから、はい、10% でももし俺らの金額だったら儲かるでしょ、3倍ぐらいも儲かる、よく営業とかも言ってるけど、確かに今金額が厳しいけど、最近ち
たぞ、うん、安すぎる、これは職人も怒るし、大きいから厳しいって今平が言ったけど、これで手抜く業者も終わりだから、うん、この値段でやってる人たちがおるわけよ、結局よそに。あきら、営業が、やっぱ営業が大きいやつはやっぱやりたいもんで、よそが500万出したら、その500万出すわけじゃん。そういう世界だよな。厳しいな。もうあきらの話だけど、その値段厳しい。やっぱ、それできん。ちょっと話はしとるのか、話し合っとるのか、外国にも相談した。うん、それはもう言わずに書くんだ。そうね、私は言えないもんで、言えないあいつが営業でもあいつが出ないときに言えないから、青ちゃんはお客さんの人もあいつだろ、パンだろ、いいと思うか、お前そうだぞ、お客さんから取ってはいいかもしれないけど、職人が続かん、まあ、確かにお客さんがこの動画にとっては安く出してくれていいじゃん、だけどそれって中で結局悲鳴上げとったらお客さんには見えんじゃん、真面目に一生懸命やったら、うん、でしょ。でもこいつら手抜いたまだしも手抜かんから絶対に潰れとるし、確かに甘くなってきちゃうもん、家族に飯食わせないわけじゃん、そうなったらじゃあどうなります、うん、この人たちが辞めてっちゃうよな、塗り替え道場から離れて他の会社行っちゃうよね、でそこが難しいよな、うん、安くやってくれいいやっていう発想、まあ、あるけど安くやってくれたら越したことないもんな、安くて綺麗だったらね、そうそうそう、お客さんに安く出せるもんで、契約率も上がるし、でも今日最近はこうやってね、職人さんと YouTube 撮って逆に喋る機会があるいいよな、いろいろ話も聞けるし、そうすると営業とかにも言えるじゃん、職人もこういうこと言っといたで、ちょっと気をつけろよとか、もうちょっとちゃんとやったらよとか、はい、入ったらいいよな、上手にな、そうか、じゃあちょっといい話も聞けたかな、職人のプロフィール動画ね、はい、ちょっとホームページぜひ見てください。あのいろいろプロフィール、まあ、もうちょっとすぐ出会わないかもしれないけど、ちょこちょこ貼ってあると思いますので。プロフィールに動画が出る、そう、動画をちょっとずつ。例えば今言ったら、金額が合いませんっていう。それやったらダメじゃないですか。別に。違うやつやね。いや、俺はもう全部会社のいいことになることも、俺全部探すって決めてるから。それとお客さんも入ると分かるじゃん。会社で働いとったら分かるわ。自分たちも働いとったら絶対 100% いいことってないじゃん。どの会社でも全然いいと思うよ。お客さん騙してやってることは絶対ないから、それは社内同士でぶつかるのが悪いことじゃないと思うから、金額が合わねえとか、逆に営業は職人に言われたい放題で全部ポンポンポン出したら、お客さんがお前は何もらっとんだって言うのもおかしいじゃん。はい、視聴者皆さん、今日はまた風カブのレアキャラです。レアキャラ塗装。レアキャラ塗装のヒアッチ。ぜひ、また、はい、あのね、今ちょっと指名まではいかんけど、まあ、指名でやってほしいっていうのも、対応はしとるみたいなんだけど、うん、まあ、ぜひ、職人も喜ぶからね、俺はこういうタイプ、顔もね、何も喋るタイプじゃない。ちょっと可愛いじゃん。可愛いかも、私にはちょっとあれですけど。可愛いって言わなきゃ、こういう感じじゃん。なんかわーわー言わせてるからね、ごちゃ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 、また相棒もね、あのプロフィール動画のところには貼ってあると思うから、うん、ぜひ、はい、またそいつもまた古いでな、10年選手ぐらいだな、めちゃくちゃ謎キャラですね、謎キャラだったり急にハイテンションになったりする、そっちも出てると思います、そちらもよろしくお願いします、お願いします、あ、始まりして購入と、はい、あの実施、今ちょっとちらっと実施で話しましたけど、今組合事業は長いパートナーズでやってて、森理事長で副理事っていうのがおるから、まあ、今そっち側も全部任せて会計も全部やってるし、だからそのビジネスやな、事業、実質的事業でも本当にね、そちらの、ね、組合もちょっと面白いことやって、向こうでも職人を育てようと思ってますんで、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします、せーの、またねー。